どうもジョージ川野です。今日は、まあ、一気に冷え込んできて、まあ、キャンプめっちゃやられてる人からすると、もうついにキャンプの季節が来たって思われてる方もいらっしゃるかなと思うんですけど、いわゆる冬キャンプってやつですね。もう楽しめるような季節になってまいりました。で、まあ、冬キャンプって、まあ、やってる人からするとすごく、まあ、虫がいなかったりとか、空気が澄んでて星がすごく綺麗に見えたりとか、あとまあ必要以上にね、暑くない寒い状態なので、まあ、設営があったかく感じたりとかいったところで、すごく楽しい季節なんですけど、まあね、やっぱ店建ててもよく言われるのが、冬キャンプまではちょっと私たちは行けないかなって言われてるような人たちとか、すごくいるので、まあ、そういった方たちに向けて、まあ、冬キャンプってこういうところをね、気をつけていくと楽しめるんだよみたいなお話ができればなと思っております。簡単に冬キャンプで困ること言っていきます。まず1番は寒いです。そして2番目にも寒い、3番目にも寒いと、まあ、要は1番寒いっていうところが、まあ、課題、冬キャンプの課題になってくるんじゃないかなと思ってます。でその中でいろいろ寒いの中にも種類があると思うんですけれども、寒いことが原因で起こる現象とかいったものがあるので、そういったところをちょっとお話ししていこうと思っております。でまずまあ寒い対策なんですけど、まあ、いろんな動画で今までも上げてるので、ここで詳しくめちゃくちゃ喋るってことはしないんですけれども、まずテントに関してはドームテントプラスタープスタイルっていうものよりもツールーム型って言われるものだったりとか、それからシェルターっていったものを使ったスタイルの方がよりおすすめですよ。まあ、単純に囲われているので、自己責任になるんですけど、そこに熱源を入れてあげたりとか、することで、まあ、よりあったかく保つことができるので、まあ、キャンプ楽しめます。まあ、中にはね、冬に行くんだから寒さを感じようよって言ってドームテントプラスタープで行かれる方もいらっしゃるかなとは思うんですけど、僕も何回かそういうことやったことあるんですけど、寒さを感じるって言えるのはね、始まって1時間ぐらいで、もうそこから修行ですね。本当にめちゃくちゃ寒いんで、真冬に外で3時間4時間、次の日の朝まで寝る時間も加味していくのであれば10時間以上外にいないといけないって、まあまあ修行でした。本当になんか精神的に強くなったんじゃないかなって最終帰る時思えたぐらいだったので、なかなかファミリーキャンプ特にの方たちはもうお子さんたち連れていくのはなかなか大変かなと思うので、そういったツールームテント選んでいただければいいかなと思っております。あとは暖房器具ですねの使い方だったりとかいうところは、別動画で詳しくやってますけど、一酸化炭素を多く排出したりとかね、そういったものもあったりするので、しっかりちょっと換気とかを意識しながら使っていってほしいなと思っております。であとはまあ寝袋マットだったりいうところはしっかりと冬用のものを使っていただいたり、マットいいものにしたり、あとは地面からね、地面がめちゃくちゃ冷えてるのでそこから遠ざかるためにコットとかをね利用してあげたりとかいうところでも、より快適にキャンプが過ごせるんじゃないかなと思っております。そしてもう一つですね、僕がキャンプやってて冬キャンプやって一番びっくりしたのが結露です。これが本当に、寒い時期にキャンプやると、雨降ったかなみたいな、雨降ってない日に雨降ったかなって、で雨降ったプラステントがなんかめちゃくちゃ染みてるんじゃないってぐらいびっしょびしょになるんですよ、中がっていうぐらい結露、冬の結露ってすごいので、ここに関してはしっかりちょっ と、ケアしていく。でそこはキャンプ場選びっていうところから実はスタートしてますよみたいな話をこの動画でねしてます。なのでもう本当具体的に言うと、やっぱり土だったりとか土がむき出し、あとは芝生のサイト、すごくね、キャンプしやすくて選びがちな、キャンプ場なんですけど、実は湿気を多く含んでいるので結露しやすい場所だったりしますよっていうお話をしてたりとか、あとはしっかり と換気をしてあげることで結露を少なくできます。あとはルーフフライシート、ね、シールドルーフとか言われるような上に1枚かぶせる布がついた、冬用のテント、ね、スカートがついてたりとか、そういったものを使ってあげるといいですよっていうところになります。で結露、さっきね暖かさ取る時も熱源ストーブの話もしたんですけど、特に灯油のストーブとかを使われる方が多いと思うんですけど、灯油のストーブに関しては、1リットルの灯油を消費すれば1リットルの水蒸気が分解されて出ますよって、またざっくりですけど
まあ、言われているようなものでもあるので、まあ、人の呼気と温められた地面からの水蒸気、それからストーブからも水蒸気が出てるという形になるので、まあ、もうすでにあの結露しやすい状況を作っているので、まあ、しっかりと対策しないと、まあ、その結露というところが、まあ、ストーブ焚いてたりとかね、まだ中があったかいうちはいいですけど、寝るときに消したときにその結露がすごい冷たい水になってもうポトポトと落ちてくる、本当にあの冷たい雨として降ってくるみたいなことも起きる可能性があるので、結露対策っていうのもしっかりとやってください。で、結露をね、どんだけ対策してもこれ全然全くないみたいな状態には持っていくことはすごい難しいので、まあ、結露がした状態で次の日の朝を迎えました。で、想像してみてください。冬の洗濯物めちゃくちゃ乾くっていう人いますか？多分いないと思うんですよね。冬ってやっぱり乾燥してはいるんですけど、空気自体は。ただやっぱ日照時間短かったり、温度が上がりきらなかったりとかいったところがあるので、なかなかテントも乾きづらかったりします。撤収ね、時間がなるだけ早く撤収したいのに全然撤収が進まないとかいったことも起きたりしますので、まあ、しっかりちょっと前日からの結露対策っていうところと、まあ、ちょっとだけ簡単なポイントを、おすすめというか言っておきますと、まあ、結露しないようにしておくのはもちろんなんですけれども、正直日が照ってなかったら乾燥撤収って結構難しかったりします。で、ギリギリまで粘って、やっててもなかなか乾かないこともあるので、僕が最近よくやってるのはもう先にテント潰しちゃって、で布の状態にして置き型で乾燥させるようにしてます。でテントよくあるのが、特に冬用のテントってスカートが下にねついてます。なので、まあ、上からどん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 水分が落ちていって、でもちろん太陽が出ていれば当たってる方、特にね太陽って上から照らしてるので天井部分側から乾いていきます。で天井部分側から乾いていって、いつまで経っても下のボトムの方スカートとか乾かないっていうことが結構起きがちになるので、僕は早めに潰して布の状態にして均一になるだけ乾くようしてますね。まあ、そういったことをやっていくと、まあ、幾分か乾くのも早くなりますし、まあ、乾燥撤収ができなかったとしてもある程度乾いてびしょびしょの部分ってなくなってるので、まあ、家に帰ってちょっと時間があった時に外で広げて乾かしてあげたりとかいったことができるんじゃないかなと思っております。でざーっと、まあ、説明させていただいたんですけれども、まあ、冬キャンプもとにかく寒いと、寒いので、まあ、寒さ対策も十分にしてほしい。でさっきちょっとね言い忘れたことがあって、ギアの対策めちゃくちゃされる方多いんですけど、肝心の人間の対策をせずに行っちゃう方結構いらっしゃるので、もう本当極寒の地に行くっていう感覚で行ってください。街でちょっと買い物するときに着るような洋服ではダメだよっていう、キャンプ場があるようなところってやっぱり周りに、建物が少なかったりとか、山の、ね、修復にあったり、まあ、山の窪地のところにあったりして放射冷却したりとかめちゃくちゃ寒くなります。なんで平地、普通の場所、町よりもだいぶ気温は低く感じるかなと。もうダウンのウェアだったりとかいうのを何重にも、でおすすめはレイヤリングです。よくやりがちなのは町に行くときって薄いウェアに分厚いジャケットで行こうが楽なんですよね。1枚脱げば、お店に入ればあったかいので、薄いウェアになりたい。で外に行ったら寒いから暑いの1枚着るが楽なんで、それがもう定着してると思うんです。アウトドアで言うといろんな温度帯に対応できるようにしておかないといけないので、暑いから脱いだら寒い、寒いから脱いだら飽きたら暑いっていうようなことが起きるとすごい不快な思いになっちゃうので、まあ、3枚4枚重ね着をしてあげた方が、まあ、細かい温度調整ができるのでおすすめになりますんで、まあ、できればそんな分厚いものも1本1枚持っていくのも大事なんですけど、その間に着るミドラーって言われるものだったりとか、あとインナーですね。おすすめはミズノのブレスサーモン、めちゃくちゃおすすめなんで、これ発熱するアパレルですごいあったかく過ごせますんで、まあ、そういったものを選んであげると。なんでアパレルのおすすめはそういったもので、特にうちで買えるもので言うとブレスサーモンのアパレルぜひ選んでみてください。寒いのはそういったところでね、ギアの選び方とアパレルで
で結露ね、おすすめの一つだけちょっと ご紹介すると、室内で使うファンですね。あの冬に扇風機かよって思われる方いると思うんですけど、結露のお話でもしてるんですけど、空気をこう回してあげる、循環させてあげることがすごく大事ですよっていう中で、まあ、循環させるためのファンっていうのがあるといいんじゃないかなと思っております。そして、まあ、乾かない問題で一つもおすすめなのが、僕もあの最近導入したばっかりなんですけど、ブロワー、エアブロワーですね。あの、まあ、うちだとスノーピークでマキタの、ブロワーをちょっとスノーピークロゴにしたフィールドブロワーっていうのがあるんですけど、別にマキタじゃなくてもいいんですけど、ある程度風力、風量のあるものを選んであげると、玉で残ってる、テントの結露だったりとか水分っていうのをこうエアーで飛ばすことができるので、まあ僕もねあんまりそれ発売されて手出してなかったんですけど、あの車の洗車するのにあの車体がでかすぎて拭くの大変で、ちょっともうブロワー一回買ってみようと思って買ってみたら、まあ、それをテントでもやってみるとすごい楽にやっぱりあの乾燥させることができたので、まあ、ぜひ皆さんも真似していただければなと思っております。そして最後に一つ、これうちに売ってないんですけど、冬キャンプマストで僕が絶対持っていくもの言います。春北海道です。これがあればあのホットカーペットね持っていけないところとか、ねね、電源大きい電源持ってないとか家族分揃えるの大変だよねっていう方にはぜひ春回路を、買っていただいて、あの分厚いマットの下とかに、ね、貼ってあげたりとか、寝袋の外側とかにあの直接つけちゃうとね低温やけどとかしちゃう可能性あるので、あの、まあ、直接触れないような場所、体に密着しないような場所に貼ってあげるだけで、まあ、全然あの暖かさって変わってくるので、寝る時の、あの快適性を上げるのはもうこの春回路めちゃくちゃおすすめなんで、ぜひ使っていただければなと思っております。はい、以上、まあ、冬キャンプのもうちょっといろいろ喋りすぎて何の動画だったか分からなくなるんですけど、とにかく冬キャンプを楽しむために必要なものっていうところをちょっとお話しさせていただいたので、まあ、詳しい話もっと聞きたいっていうことがあれば、まあ、幕張店来ていただいたりとか、あの遠い方は電話していただければいいので、ぜひお待ちしております。それではチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。